皆さんこんにちは、中山美です。今日からですね、なんと大阪 3days live ということで、今日は私のライブを密着する動画となっております。皆さん最後までご覧ください。セブンさんに来ました。関西人出身であんなに行ったことがないっていう、今日はじめましてさあ、ということで今日はなんとぺぺーん、ボコチャライバーさんのひみです。ひみです。ひみさんです。はじめましてなんですけど、今日はじめましてやのにめちゃくちゃ優しくしてもらってます。ボコチャ全然、うち最近始めたんですけど、なんかいろいろ教えてくれはって、ありがとうございます。ね、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。もうあらというあらというボコチャの最初ね、もうどうしたいですか、したいですかみたいなのをずっと聞いてくれるやつ。トークも上手で、そんな今からライブやのに褒めちぎるじゃないですか。ステージ期待してます。やった。おこ、ちなみにひみさん の情報は概要欄に貼っとくんで、皆さんそこから見てください。お待ちしてます。じゃあ今日のライブ頑張りましょう。はい、おう、おう。じゃあこれから本番なので、皆さんそれでは行ってきます。くすぐらく漂う灯火、まだ残るタバコの匂い、そっと唇にキスをして、しみつぶいた首筋の跡、愛された互いの証、熱しの中にそう深く沈む。ありがとうございました。ありがとうございました。ケンチ映ってるね。イエーイ。せーの、コーンバッチ。かぶってんねん、全部。かぶってんねん。コーンバッチ。ありがとうございます。ラッシーです。ラッシーです。ラッシーです。
コンパチさんって名前ですか？コンバチケンちゃんと。コンバチケンさん、はい、だそうです。そういうのやりみーも欲しいな。え、あるやん、なんだっけ、なんかあったやん、最後あったやん、なんかやってたやん、これなんかなかったっけ、これじゃなくて、なんかやりたくなかった。まあ何やったっけってなった。初日のレッドセブン、ありがとうございました。また遊びに来ます。明日は雨村のどこだっけ、スタートレックでライブです。皆さん2日目お楽しみに。じゃあね。はい、ありがとうございます。あ、もう OK ですか？はい、OK です。ありがとうございます。ということで今日は大阪2日目でございます。おはようございます。スタートレックさんという普段は配信？何？番組収録？あ、でも有観客ももやる数人限定で、すごいきらびやかなとこに来ました。すみれちゃんです。すみれです。どうも皆さん、あきです。よろしくお願いします。お願いします。腹筋がちぎれそう。という感じで今日は可愛らしいお三方とともに、みーちゃん頑張ります。たどり着いた景色は何も知らない人や街だった。気がつけばマイクの感じがちょっと硬いので、大切なあなたに捧げる童話の歌、今日からは新しい未来へ、遠い夢の中空に、よいしょ。さあ本番前に減量中ではございますが、今日はいいでしょう。だって全然遊べてないし、地元の友達と飲みにも行けず、これだけは食べさせてくださいよ。真ん中さらにソースはねちょっと濃いかなと思いまして、私の大好きな、皆さんご存知の人もいるかと思います、やはりたこ焼きは塩マヨやで。うん、美味しそう。これ食べてライブ、スタジオライブ配信頑張りたいと思います。うん、これ、あ、ちょっと辛い。美味しゅうございます。美味しい。私がカーニングボルト、こんな自分に変わりたい、どんな自分になりたいか分からなくなった時に見つめ直して先に見えた道を変えた曲、愛を聴いてください。追いついてたはず、エレキタルソー、いけてなかったなんて当てにも気づけなかった、あの日の私、自分のことなんて何一つ、君と笑顔でいられるかも幸せな時間、忘れないでほしい、辛い時は頼ってね、変わらないあなたでいて、大切なあなたに捧げる童話の歌、今君との約束忘れないで、歌える人はずっと、私もまだ夢の途中、武道館でライブすることが夢です。みんなもまだまだ諦めないで明日を楽しみましょう。今日はありがとうございました。亀山みでした。
ということで大阪2日目終わりました。楽しかった。そしてめちゃくちゃいい箱でした。なので明日も頑張りたいと思います。3日目さあまた明日。今日は3日目。皆さんこんにちは。今日はですね、夜おともしさんのミュージックバー M. ミュージックのライブのリハーサルの前に、今日はアメ村ビジョンアメちゃんの取材 NOW でございます。はい、今日もすみれちゃんと一緒です。入ってる入ってるやばいよね、この頭の色の光具合はい、今からパスタを食べるということで減量中ではございますが、美味しくいただきたいと思います。満足です。失礼いたします。お酒ずっとお伺いしたんです。よくご好き好きで中も食べるね。こちら MNY カフェさんで美味しいパスタと赤ワイン、しかも日本酒もいただいちゃいました。イエーイ。昼から仕上がってまいりました、本当に。でそしてね、なんとポスター貼っていただけるみたいです。ちょっとカメラ来て。ありがたいです。もう私も書きました。ぜひね、皆さん雨村の私のワンマンの前のお昼はぜひこちらのランチ食べて参戦いかがでしょうか。マジで食べてほしい、ほんまに。だからみんなバンバン来る前にここに一回あのエネルギーチャージしに来てください。ね、逆におすすめのなんか店の宣伝ありますか。ないです。ないです、はい、もう山田さんはもう今日で分かりました。やはり料理が好きな人は酒も好きだと今日は知りました。また個人的にいただきましょう。ありがとうございます。温泉を計算してもらいました。ありがとうございます。しかもまさかの額縁入りでこちらの入り口の横に展示していただけるということなので、ぜひ皆さんこちらも立ち寄ってみてください。ありがとうございます。はい、ということでこちら古着屋さんのダップさんに行きました。なんとポスター貼っていただきます。ありがとうございます。ポーポーポー、いや、分からない、まだ初めましてです。初めましてですよ。なんでしょう、ちょっと同じ匂いを感じます。同じ匂い、はい、いや、本当にありがとうございます。いや、こちらこそです。ぜひ皆さん、アメ村来た際はこちらのダプさん、ぜひ皆さん、服、チェケラお願いします。お願いします。はい、ということで、アメリカ村にあるグリーンスタジオさんにポスター貼っていただきます。ありがとうございます。おずーって感じで、いや、てか入り口かわいいですね、グリーン。ありがとうございます。ちょっと坂になってるんですけど。坂になってる。え、入り口。あ、いや、じゃあ、こんな入り口。あ、入り口です。扉、扉、扉、スタジオのね、バッサリカットしてください、今の。そう、緑色なんですよ、かわいい、はい、ありがとうございます。ぜひミュージシャンの皆さんも、はい、ぜひ使っていただきたいですし、私も使います。お願いします。ということで皆さん、こちらもチェックよろしくお願いします。はい、ということで先日アメ村チャンネルレイで取材させていただきました、甲賀流さんにポスター貼っていただきました。ありがとうございます。マジでありがとうございます。もう会場からすぐそこなんで、皆さんライブの前には甲賀流さんのたこ焼きを食べてパワーチャージして、ライブ終わっても食べたかったらもう一回戻ってくるという感じで、よろしくお願いします。はい、ということで皆さん、ぜひ甲賀流さん食べに来てね。最後はこちらの私のワンマンライブでお世話になるドロップさんに行きたいと思います。やばい、私マジで久々、本当に。え、超懐かしい、やば、いいよ。え、閉まってる。いいんですか。うわー、失礼します。やば、懐かしい、めっちゃ懐かしい、やば、可
変わってない。ね、多分こっちがなんかね、事務所なの。はい、あーやばい、今ね他の方のリハーサルがしてるからちょっと中を見れないんですけれども、ということで本日ラストはこちら、ハグブラのドロップさん、私がワンマンライブする会場でございます。いやもうマジで入り口入った時から感動しすぎて、ほんまにちょっとうるっときた。うわこんなんやったなみたいな。いいっすね。いやめちゃくちゃもうすでにライブしてないけど、ドラッグ選んでよかったって今なってます。しかもなんか10年経つと価値変わってなくて、名乗りがもうマジでプレイバックして、今自分が10年前の。なんでぜひ皆さんワンマンライブぜひ会場マジで楽しみにしててください。皆さんワンマン来てください。ドロップさんでした。お待ちしてます。エモすぎた、やばすぎた。スミレちゃんもそんぐらいになりますから。そうなりますよね、本当にマジで変わらないですね。そこは変わらんな、うん、ちょっとやばい。10年前の自分にタイムスリップしたマジで。楽しみ。3日目は夜を灯してさねて me.music 終わりました。終わりました。いやーほんまにありがとうございました。もうなんかでもこの出会いが良かったね。あの5月のアンバサダーですよね。みんな関西の人たちあったかすぎです、ほんと。ワンマンライブ一人で戦ってないっていうのを実感しました。すごいマジで。じゃあ今日はこれで帰宅したいと思います。無事 3days ライブが終わりました。ご来場いただいた皆さんありがとう。そしてワンマンチケットゲットしてくれた皆さんほんまにありがとう。来てくれた皆さん東京からもほんまにありがとう。よし、じゃあ今日は帰って寝たいと思います。疲れました。おやすみなさい。はい、ということで、はい、夜を止めさんのもう入り口の横にポスター貼っていただきました。応援してます。ほんまにありがとうございます。マジでみんなここのもう飲み物もフードも最高やからマジで来て。すいません。そしてあの普段 の, あのライブしてなくてもバー営業してるんで、皆さんぜひうちのワンマン終わった後とかね、ぜひ皆さん近いから徒歩何分、2分、徒歩2分ぐらいじゃないですか。ぜひサクッと、はい、打ち上げしに来てください。夜を灯しては玉山みーさんを応援してます。なんかどっかの CM で聞いたことある。ありがとうございます。ありがとうございます。みーちゃんお疲れ様。ありがとうございます。